何かをやろうと試みながらもやらなかった経験は誰しもあると思います。早起きすると誓ったのに気づいたらスヌーズを止めて二度寝する、今やるべき勉強を中断して漫画を読む、上司に話しかけなければいけない場面で忙しそうだからと尻込みし後回しにする。これは以前の私です。いつも今すべきことを後回しにし、自分を責めてはうつうつとした日々を送っていました。しかしそんな私が今では朝5時半に一度のアラームで跳ね起き、仕事と YouTube を並走しながら挑戦する日々を送ることができています。仕事での姿勢も変わりました。怖い上司を避け逃げながらやり過ごしていたところを、今では必要な報告連絡は間髪入れずにすることができています。正直1年前の私から見たら考えられない変化です。そしてこれらの変化はモチベーションが上がったからでも、上司が急に優しくなったからでもありません。たった一つ、これから話す5秒ルールを取り入れ実践した、それだけです。皆さんこんにちは、ジャメブです。あなたはやりたくないことがバンバンできるようになったとしたら人生はどうなると思いますか？やる気が湧き、あらゆる目標を達成できる、そう思いませんか？今日は2024年現時点で3300万回再生を超えるメル・ロビンズ氏のTED動画5秒ルールを参考に、すべきことを後回しにせず即行動するための思考習慣について話します。メル・ロビンズ氏は講演家でもあり、テレビ司会者、作家と複数の輝かしい経歴を持ちますが、5秒ルールを思いつくその瞬間までうつ病を患い地獄の底にいたと語っています。ではそんな彼女がいかにしてやりたいことを実践し成功者にまで上り詰めていったのか、今日はその習慣の真髄に迫っていきましょう。さて習慣といっても様々です。イチロー選手のバッティングルーティン、以前紹介したジョコビッチ選手のグルテンフリーなど、難解なものから歯を磨くのような簡単なものまで千差万別です。しかし今回紹介する5秒ルールは多分自己啓発の中でも超絶シンプル、しかも効果は他のどの習慣をも凌駕すると思います。私もこのルールを取り入れたことでマジで人生が変わりました。今日初めて公表しますが、私自身うつ病だった時期がありますが、この習慣を取り入れ実践したことで今では自分の望んだ人生を歩むことができるようになっています。もしあなたが過去の私と同様、何か始めたくても賢い脳が邪魔をしてきてできない、どうしたらいいのか途方に暮れている、そのように感じているならば、ぜひ最後までご覧ください。動画の目的は至ってシンプルです。5秒ルールの凄さをあなたに知ってもらい、納得して実践できるレベルまで落とし込むこと。丁寧に解説していきますので、何度も見返せるように今のうちにチャンネル登録高評価をお願いいたします。それでは本編いきましょう。さて本質に入る前に、そもそも5秒ルールとは何なのかまだ言っていませんでした。結論から申します。まずはロケットの発射シーンを想像してみてください。5、4、3、2、1と大きな掛け声がかかり、 GO と同時に発射。5秒ルールはこれと同じ原理です。やるべきことが頭に浮かんだその瞬間、心の中で5、4、3、2、1とカウントダウンをする。そして GO と同時に行動するんです。こうするだけであなたはコンフォートゾーンを出て積極的に行動できるようになるでしょう。至ってシンプル、何も難しいことや予備動作は必要ありません。しかし今までのあなたを思い返してみてください。やろうと思ったことをああだこうだ考えた後、結局やらないという選択をしていたのではないでしょうか。人は何かを思いついた時、5秒という臨界点を超えた瞬間、不安が押し寄せ、やらない方向、現状維持へと引き寄せられていくんです。あなたも思い当たる節がありませんか？友人を遊びに誘った時のことを思い出してみてください。即答する人は絶対 OK で返してきます。ではちょっと考えさせてと言われた後の回答はいかがでしょう。ほぼほぼが NG で返ってくるはずです。悲しいですよね。5秒以上の猶予は相手にネガティブなことを考えさせ、やらないという選択を取らせるんです。あなたと遊ぶには物理的距離があったのかもしれないし、お金というストレスがのしかかったのかもしれません。相手はあなたのことを嫌いでなくても、5秒という時間はストレスから自分を防衛するための言い訳を考えるには十分な時間だったというわけです。まずはすべきことから逃げてしまう行動は、相手あるいはあなたが怠惰だからでも意志が弱いからでもないということを理解してください。そしてそれができたら、次はあなたがすべきことから逃げた過去の記憶を今この瞬間に呼び戻してみてください。昨日のことでも構いません。朝6時に目覚ましをかけても結局二度寝してしまった。ダイエットをすると決めた当日にラーメンを食べてしまった。夜ジムに行くという自分との約束を破ってしまった。たった1日でもすべきことから逃げた瞬間は細かく見れば10個はあると思いますが、その気持ちはめちゃくちゃわかります。しかし多ければ多いほどあなたには伸びしろがある。
その分5秒ルールを使えるタイミングが多いんですから、どうですか、少し希望が持てますよね。もしよろしければあなたが逃げてしまうことをコメント欄で教えてください。能動的に行動することでそれは無意識から顕在化し、より5秒ルールの効果を発揮できるようになるでしょう。先延ばしという選択は無意識下でとりあえずでも快の感情を味わっていたい、少しでもストレスから解放されたい、そう願う人間の本能です。しかしどれだけの人がそのことを理解しているでしょうか。ほとんどの人は自ら選んで先延ばしを選択している、そう思い込んでいることでしょう。最たる事例を紹介します。上司はやらかした部下に必ずと言っているほどこう言いますよね。なんですぐ報告しない、なぜ言われたことをやらない。まあ私がよく言われていたことなんですが、今ならこう答えるでしょう。しなかったんじゃありません、ストレスを回避したい本能が出たんですと。強いストレスがあったから本能で逃げた、そして逃げ癖が習慣になった、ただそれだけです。神経科学者であるアントニオ・ダマシオは語ります。人間が意思決定をする時の基準は 95% が感情である、しかもその感情はいつも正しいとは限らないと。人間の中では理性よりも行動よりも感情は強い力を持つんです。何かやるべきことを思いついたとして、その5秒後には感情が湧き起こり、理性的な判断からあなたを遠ざけてしまう。これがあなたが思ったように行動できない最たる要因とはいえです。現実問題、それを仕方がないと指を加えて見ていたくはないですよね。あなたには今成し遂げるべきことがあるはずだ。病床に伏した時、あの時嫌な仕事を続けるのではなく好きなことをすればよかった、自分のやりたいことで生きればよかった、こうつぶやくことが決してないように。未来を作るのは今のあなたです。今日から5秒ルールを実践してください。さて、メル・ロビンズが提唱し実践しているこの5秒ルール、実は科学的に理にかなっているということが証明されています。実際にやってみると分かりますが、54321と数字を数えている瞬間は逃げの思考すら浮かんでこないんです。いつもの悪い思考パターンは数字によって阻害され、心が新しい方向へ向いていく。そして0で行動することで体の生理機能にも変化が起きるんです。行動することは同時に心にも影響がある。心理学者デビッド・キプニスはそう語ります。人は行動により心のタガを外すんです。やる気は待っていても絶対起こることはありません。行動して初めて湧いてくるものです。まずこれを押さえておきましょう。5秒ルールにのっとり行動することで、それまでうつうつとしていた気持ちも徐々になくなっていくことでしょう。しかしこれだけではうつ病まで患っている方には負担にしかならない。私は身をもってこれを知っています。では気分を晴らすにはどうしたらいいのか。次に考えていく問題はこれです。メル・ロビンズ自身の体験で教えてもらいましょう。彼女は産後以来20年うつ病を患っていたと話しましたが、ある日思いついた、5秒ルールで行動習慣を変えられたんだから思考習慣も変えられるのではないかと。不安な気持ちが浮かんだ瞬間、5秒で気持ちをパッと切り替えることにしたんですね。さあ結果はどうなったでしょう。彼女はこの思考で20年間手放せなかった抗うつ薬を手放すことができたそうです。結局うつとは不安な気持ちの連続です。何度も押し寄せてくる不協和音をその度に捉え、ポジティブな音に切り替えていく、その作業が彼女を闇から救い出したんです。脳科学的に言いましょう。思考の5秒ルールは自動的にあなたをメタ認知の状態へと導きます。不協和音がなぜ起こっているのかわからないという状況から、この音が間違っているから直していこうという一つ上の視点で俯瞰する。それが結果としてうつの改善につながったというわけです。あなたも不安な気持ちが湧き起こることは当然あるでしょう。そんな時こそ5秒ルールを使ってください。54321 5最高と気分を切り替えていきましょう。重要な点は心配事を考え始めた自分に気づくこと、そして気づいたら5秒で心の主導権を取り戻すことです。恐怖心や悪習慣は5秒であなたを支配するでしょう。しかしあなたも5秒でその奪われた主導権を取り返すことができる、このことを覚えておいてください。では実際に道を開いた人たちを見てみましょう。彼らはあれこれ考えた末に行動したのでしょうか。そうではありません。脳がやらない理由を考える前に勇気を持って行動したんです。そんなエピソードを一つ見てみましょう。あなたはアメリカの公民権運動の発端になったローザ・パークスをご存知でしょうか。1955年差別がはびこる自由の国アメリカに時間と空間の照準を当てましょう。あれはバスがアメリカの中心地を出発し3度目の停留所に止まる頃、白人席はすでに埋まり、後方にある黒人専用の席が一つ空いている状況。そこにローザは乗ってきました。そして彼女はそのまま着席する。まあ普通のことですよね、空いているんですから。
しかし辺りには立っている白人が 2,3 人いたそうな。一見普通のこの瞬間で事件は起きました。突然バスの運転手がローザパークス含む黒人に、お前らは席を立って白人に譲れ、こう言い放ったんです。最低ですよね。他の黒人の乗客はしぶしぶ席を立ちます。しかしローザはこれを断固拒否、警察を呼ぶぞと言われても、なら呼んでくださいと主張したそうです。さあ時間をここに戻しましょう。あなたは彼女と他の黒人の乗客の違いが分かりますか？そう、ローザは勇気を引き出す力を持っていたんです。もし彼女が今は違う、ここで反発したら逮捕されるから計画的に今度意見してから抗議するわ、そう考えていたならば、おそらく状況は何も変わらなかったことでしょう。人生を変えるのに適切な時間なんてないということを彼女は教えてくれているんです。本当の自分をさらけ出し、今この瞬間に勇気を持って行動しましょう。頭の中に描いている理想を行動によって現実化させるんです。そしてそれを実行する最適なタイミングは、あなたの心が動けといったその瞬間です。素人意見で申し訳ないですが、私は昔の日本代表のパスサッカーが大嫌いでした。狙えるのにパスばかりしている姿勢が現実から逃げているように見えたからです。元アイスホッケー選手であるウェイン・グレツキーも語ります。シュートは打たなければ 100% 入らないと。あなたも自分に問いかけてみてください。何をグズグズしているんだ。もっと自分の評価を実感できるまで待つつもりかと。あのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアはモンゴメリー改善協会の会長に抜擢された時、じっくり考えていたらおそらく辞退していただろう、こう語っています。またアップルの共同創業者スティーブ・ウォズニアックですら、創業時は勇気が出ず尻込みをし、ジョブズと大勢の友人の後押しがあるまでは動けなかったそうです。偉大な人物もあなたも感情に大差はありません。たった5秒で動けるかそうでないか、差を作るとしたらそれだけなんです。さあここまで5秒ルールが思考を現実にするという話をしてきましたが、あなたはすでに5秒で動いている自分の姿を想像できていることと思います。これからのあなたには不可能はありません。何が起きようとも5秒ルールで最善を尽くせば奇跡すら起こせることでしょう。一瞬の行動は1日を変え、1日が人生を変える。過去は変えられない、でも未来は変えられる。そう強く信じ、心の声を尊重してください。そして唱えるんです。5 4 3 2 1 5